お米がジェラートの中に入ってる。ウォ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 ウ、お米がジェラートの中に入ったよ。ミニコの棚田で育ったお米、その名も雄大21。程よい甘さに不思議な歯ごたえが、なんともなんともたまらない。お米がジェラートの中に入ってる。お米がジェラートの中に入ったよ。召し上がれ、ニコヤギサワジェラート、ニコヤにもニコニコ。